はい、皆さんこんにちは、カッシーチャンネルのカッシーです。早速なんですけど、私 YouTube を2019年の12月に始めまして、現在2021年5月約1年半やってきました。で、投稿した動画の本数は数えてみたんですけども、約150本ですね。約150本で、だいたい1本撮影に30分で、編集に1時間、平均かかっ、だいたい平均かかってるんですね。で、それを計算すると、トータルで300時間使ってきたんですよ。で、それで今まで私 YouTube の素人が1年半やってきて150本登録して稼げた金額を発表します。それはてん、10万円、約10万円。はい、これは結構多いと思いますか、少ないと思いますか。いや、これね、実はですね、めちゃめちゃびっくりするんですけど、これプラス10万円じゃないんですよ、マイナス10万円です。はい、僕のチャンネルは収益化まだしてません。登録1000人いってなくて収益化してません。はい、ということで YouTube で稼いだお金は0円です。で、その代わり今まで150本1年半かけて投稿してきて、150本登録する間に、結構いろんなものを買ったり、 YouTube のために買ったり、出かけたりしたり、あと編集ソフトとか、編集のその何でしょう、編集画像編集ソフトとかも月額でやったりして、トータルでざっくりなんです計算してみたんですけど、約10万円ぐらい使ってるんですね。10万、そこまでいかないから、まあ10万円近く、約8万9万ぐらいかな。はい、でこれを使ってきて YouTube で登録、YouTube 収益化してなくて、0円なんで稼げた金額が。はい、で使ったお金が約10万円ということで、これは YouTube 難しいよ YouTube、僕が甘かったね。はい、結構こうやって体張ったり、いろんなこと試してきたんですよ。いろんなことつっても、まあそうですね、ずっと続けてきたんですけど、やっぱね YouTube は難しいというか、もう悔しい。1000人もいかないってセンスなさすぎるよ。やっぱりね、 YouTube ってのは僕思ったんだけど、やっぱ普通の一般人、何もない一般人が始めるには難しいと思います。で、芸能人とか、喋りがうまい、ゲーム系とゲーム実況してて喋りがうまい人とか、キャラがめちゃめちゃ濃い人とか、あと顔が可愛いとか、胸がでかい女性とか、そういうなんか特徴がある人は簡単に1000人いくと思います。なんですけども、僕みたいに多分他の素人 YouTuber、 その底辺 YouTuber の人も、もう底辺って言っちゃったよ自分で言っちゃったけども、もう多分結構苦しんでると思うんですけど、本当に難しい。1000人行くのすら難しいからね。うん。何も無名、全く無名の人が。でも100本以上やってこれっていうのはもうきついね。うん。で、なんだろう。もうここまで来たらもう1000人は行きたい。うん。だってなんだろうね。合計で300時間ですよ。300時間使ってきたんですよ、YouTube で僕。まあ、甘い、それでも甘いって言われるかもしれないんですけど、300時間使って1円も稼げてないってちょっと悲しくないですか。しかも使った金額が10万近くいくっていう。本当にもう悲しいですね。はい。で、これね、僕はもうやめようって、もうね、昨日この動画上げて全然伸びなくて、もうやめようって、もう泣きそうになりましたよ。うん、だって
なんで登録されないのって思う、あ、登録ちゃ、あの、再生されないのって思うけど、もうここまで来たら150本来たらもう1000本は登録しま、1000本は投稿しますよ。1000本もう悔しい。でいつか、いつか何年後かにこの動画がでやめないで、 YouTube やめないで続けて本当に良かったっていう言える日が来るまで絶対僕は諦めないです。銀の盾、せめて登録者10万人の銀の盾もらいます。もう本当に悔しい。それにしても悔しいよ。みんな登録してください、お願いします。ということで、YouTube 素人が1年半年続けて動画投稿150本してみて稼げた金額はマイナス10万円でした。稼げたって言わないね、もうね、使った金額だね。はい、ということでぜひ登録お願いします。